ないよ。あ、よかった、よく見えてるよ。あ、よかった、ありがとうございます。ごめんなさい、まだ仕様が全然分かってなくて、ちょっと不安もあるんですけど、頑張ります。ミルルの初期見て、そんなことないですありがとうございます。すごい、なんか質問とか聞きたいこととかあれば、いっぱいなるべく答えていきたいなと思ってます。これは一番のバルーンを用意してみましたこんばんは。すごい星がいっぱい、ありがとうございます。そう、お名前、名前なんて呼べばいいですか、名前なんて呼べばいいですか。なんか結構考えてて、なんか一番って難しくないですか。なんか一番って名前何にすればいいんだろうと思って、それも今日一緒に考えたりできたらいいなって思ってます。 NMB の劇場公演は行ったことなくて、でもなんか行ってみたいなってずっと思ってます。すごいミルルンさんに似てるって言ってます。申し訳ないぐらいめっちゃ嬉しいです。星がナンバー1ちゃんが、名前は星がナンバー1ちゃん、ナンバー1ちゃん、安直にいいちゃんやいちちゃん、いっちゃん、あ、かわいい、ワンちゃんかわいいいいな、ちょっとメモとか、メモとかないと。いいちゃん、いっちゃん、すごい、めっちゃ人がいっぱいいてくれて楽しい、うん、いっちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんかわいい、いーちゃん、うん、星は禁止ワードになったら出ます。あ、そうなんですね。え、ダメじゃないですかもうワンちゃん、カタカナ、どんどん募集してますイチロー野球選手ですか、買いとこ、面白いすごい、なんか外国の言葉も書いてある。いろんな人が見れるんですね、本当に。好きなメンバーはいますか。そうですね、 NMB の方みんな可愛いんですけど、どうしようかな。いや、やっぱり、やっぱり、いや、でも7期生の方なんですけど、早川ゆなちゃんめちゃくちゃ好きで、本当に7期生の密着の動画を見た時に NMB なりたいなって目指したきっかけになったので、すごいその中でも早川ゆなちゃんはすごいアイドルとしてすごく可愛いなっていつも思います。座ってるのはゲーミングチェアです。いや、ゲーミングチェアじゃないです。でもすごい座り心地がいい、ふかふかのやつです椅子とかってなんか座り心地、自分結構柔らかめのやつが好きなんですけど、固めのやつとかの方が家具屋さんとか多くて結構あんまり決まらないんですけど、これはネットで買ってめちゃくちゃ良いですこれで寝れたりできちゃいますね。こんばんは、こんばんは、はじめまして。すごい、名前とかもっと候補欲しいです。一番って本当に難しくないですか。初見です。はじめまして、私も初めてですよろしくお願いします。
オーディションは初めてです。あ、でもアイドルのオーディションは初めてで、今までにいろんなオーディションは受けたことはあります。モデルさんとか女優さんとか事務所のオーディションにも受けたことはあります。こんばんは。うわ、すごいどんどん人が来てくれてる、本当に嬉しい。星がすごい降ってくるの可愛いですね。星ちょっともう決定しちゃおうか、名前と。今候補がいっちゃん、ワンちゃん、いーちゃん、いちろうってのがあって書いてみたんですけど、なんか皆さんが見ていいなとか呼びたくなるような候補とかありますか？すごい星が、星すごい可愛い。いっちゃん、ワンちゃん。どうしよう、緊張したって全然言葉が出てこないんですけど、もっと喋りたい。投票機能使ってみる。え、そんなのがあるんですか？あ、聞いたことある気がする。え、どうやってやるんだろう。これですかね。あ、じゃあ投票機能ってのを使ってみようかな。じゃあいっちゃんってのを1番にして、ワンちゃんが2番、イーちゃんが3番、イチローが4番にしてみます。じゃあちょっと投票機能を作ってみるのでお待ちください。いきます。どうですか、投票できますか？おー、すごいすごい、2番がいっぱい。すごい。あ、3番も人気。どうだろうどうだろう。どれくらい、どれくらい目安で終了したらいいんだろう。よいしょ。なんか他の候補生の方も、あ、投票1分くらいかな。あ、ありがとうございます。今30秒ぐらいたのかな。一郎も結構人気ですね。なんかその他の候補生の方もすごいライブしてはって、自分もお邪魔させたりしたんですけど、なんか本当に皆さん喋りが上手で、すごい聞いてて楽しくて、自分もそんな配信これから1週間頑張っていけたらいいなって思ってるので、アドバイスとかなんかこうしたらいいよとか質問とかもっともっと教えてほしいです。よろしくお願いします。そろそろ1分かな。じゃあ投票締め切ります。せーの、おっ、 42.9% で2番のワンちゃんに決まりました。ありがとうございます。じゃあこれから私のことはワンちゃんって呼んでください。お願いします。どうしよう、決まったからどっかに書いといた方がいい。どこが見やすいですか？ワンちゃん、ここらへんかな。候補生の下、あ、ちょうど空いてますもんね。じゃあここに書きます。ちょっと見えない。
れるかな。じゃあワンちゃんでこれからよろしくお願いします。すごいみんなで考えた名前だからすごい愛着が湧いてきた。嬉しい。ありがとうございます。なんかワンちゃんって犬みたいだから絵文字とかいっぱい犬の絵文字使ってください。加入したら料理対決や学力テスト、体力測定、私服ファッションショー、大喜利などもあるけど。です。料理対決は結構料理は好きでたまにやったりするので自信はあります。学力テスト、体力、学力はでも、ま、中の上くらい、わかんない。いやでもあんまり賢くないって言っときますね。体力測定は本当にできない。なんか 50m 走とかめちゃくちゃ遅くて、50m 走 10秒とかなのでちょっと体力測定は自信ないですね。私服ファッションショーすごい楽しそう。私服でもお洋服たくさん持ってる方だと思うので、まあ、あとは自分の組み合わせ力とかですかね。楽しそう。すごい大喜利大喜利、いや NMB ならではですよね。大喜利って本当に、でも面白いこと言えるかな言えるかな。でも入ってみたらでも全部楽しそう。本当にやってみたい。大丈夫かな。大丈夫ですきっと。ワンちゃん推しメンはいる。あ、そう、7期生の早川ゆなさんがすごい大好きです。 G 星レイ、きれい、きれいでいいですか。 G きれい、ありがとうございます。ワンちゃんミルちゃん、でも本当にいっぱい白間ミルさんに似てるって言っていただいて嬉しいです。ゲーム対決もあるぞ。マジ、ガチですか。ゲームできないんですよ。どうしよう。ゲームめちゃくちゃ下手くそで、なんか小学校の時とかスプラトゥーン、今もですけどスプラトゥーンが1が発売されて自分もノリに乗って買ってもらったんですけどめちゃくちゃ下手くそでなんか何試合やっても何キルもされるんですよね。本当に立ち回りが下手くそなのかな。なんか小学生の時に始めたからなんかもう全然勝てなくて飽きちゃって今全然やれてないんですけど、でもスプラトゥーンだけじゃなくてなんかテトリスみたいなブロックのゲームとか結構苦手なゲーム多いですね。ゲーム対決は不安かもしれない。皆さんゲームとか何やりますか。おすすめのゲームとかあったらもう一回挑戦してみようかな。ゲーム、あとは何がある。謎解きとか、謎解き、ポケモン、ポケモンでも楽しそうじゃないですか。ポケモン GO とかすごい流行ってましたよね結構最初の方は。あ、スマブラか。スマブラってなんかいろんなキャラクター選択できるじゃないですか。結構なんかかっこいいキャラとか多いなって思うんですけど結局自分カービィとか可愛いのばか選んじゃうんですよ。なんかあんな可愛いのにすごい大きい技とか出すとちょっと面白くないですかあれ。スマブラはでも全然強くはないんですけど やってたら楽しいですね。あつ森まだやってる。私あつ森は持ってないんですけどスイッチがないので、あの 3DS の飛び出せ動物の森やっててあれはすごいハマりました。めっちゃ家大きくするの必死でローン返すの必死で楽しかったですあれは。ポケモン GO は電池残量減るの早いか。そうなんですか。あ、でもそうですよね、マップとか歩いて探すやつですもんね。早そう。ドラクエ、ポケモン、パワープロガチで、ドラクエってあれですよね。なんかもういつもドラクエあれとごっちゃになっちゃうんですよね。ドラクエってどっちだろう。スライムの方ですか。ドラクエってなんかキングスライムとかメタルスライムとかいっぱいいるのが
ドラクエですか。本当になんか RPG 系のゲーム全然分からなくて、なんか難しそうだし戦うのもあって。パワープロはあれですよね、あの野球のゲームですよね。なんかあれ操作するキャラ可愛くないですか。なんか腕が丸くてあれなんか CM とかで見たらいつもなんかパワープロ結構ガチのなんか選手、本当の選手とかもいると思うんですけど、結構操作する子は可愛いなっていつも思います。好きなゲームの種類は何。種類なんだろう、種類って何に分かれるんですかね。戦う系と何がありますか。戦う系とパズルゲームとあと謎解きとぐらいですか。あでもその中だったらパズルゲームは結構突発的になんかやってどんどんハマっていくタイプです。だからパズルゲームは好きですね。上手ではないんですけど、やっぱりフォローできない、フォローできないですか。なんでやろ。えフォローって皆さんから見てどうやってやってますか。画面に出てくるんですかね。フォローしてほしいフォロー。あでもなんか配信する前とかからすごい180人、あ200人とかフォロワーさんがすでにいてくれてて、すごく嬉しかったです。戦う系、パズル、謎解き、シューティングゲーム、アクションゲーム、ロールプレイングゲーム、アドベンチャーゲーム、レースゲーム、パズルゲーム、めっちゃ多いそんなにあるのゲームって戦う系はあんまりやったことないかな。アクションゲームもないかな。ロールプレイングゲームはなくて、アドベンチャーゲームってどの部類に入るんですかね。例えばアドベンチャー、レースゲームはマリオカートならゲーセンって言っちゃった、ゲームセンターとかで結構やります。パズルゲームはさっき言ったみたいに結構グッてハマって長いこと続くタイプです。シューティングゲームってなんだろう、なんか宇宙船撃ち落とすやつとかよく見るんですけど、あんな感じですかね。あれはそんなにやったことないかもしれないです。ワンちゃんすっぴんですか。すっぴんじゃないです一応アイラインとかは引いてます。ちょっと可愛く見られたいのでもっとあるよ。もっとあるんですか。いやでもそらそうですよね、いっぱいゲームありますもんね。あ多分投票結果を見る気してないから。あそうなんですか。あ見てる側ですか。私がかな。いや多分私のは多分もう一回投票できるようにはなってるので、多分さっきフォローできないって、ナオピーさん、ナオピーさん投票画面消えてますか。あナオピーさんが多分投票見るを消してないから、私が消してないのかな。どうやって消すんですか。あ投票結果を見るが消えたらフォロー、あフォローできましたか。ありがとうございます。アドベンチャーゲームしないからなんとかない。アドベンチャーわからないか。アドベンチャーゲーム、え皆さんアドベンチャーゲームって例えばどんなのがあるんですか。あわからない。 OK です。ミルちゃんって呼んで、ダメですダメです、ワンちゃんでお願いします。ワンちゃんです本当にゲームっていっぱい種類あるんですね。でもなんかやってたら楽しいんですよ。でもできないんですよね。なんかできたら一番楽しいと思うんですけど、なんか上手になれなくて何回も練習するけど、
でもあれですよね、マリオとかは楽しいですよね。なんか失敗しても2人以上でプレイしてたらシャボン玉になって出てくるから、ちょっと安心してゲームできる部類かなと思います。あとはなんだろう、ゲームって、マリオって何ゲームに入るんですか？スーパーマリオとかヨッシーアイランドとか、あそこら辺って何、ロールプレイングではないですよね。何、アクション、アクションゲームアクションゲームですかね。こんばんは、かわいいね、ありがとうございます。瀬戸内48のリスナーさん、こんばんは、頑張ってください、ありがとうございます。マリオはアクションゲーム、パズルゲーム、スポーツゲーム、レースゲーム、シューティングゲーム、アクション、アクション RPG、 パーティーゲーム、音楽ゲーム、あ、やっぱいろんな要素が入ってるのがマリオなんですね。確かにアクション、クッパと戦えますもんね。アクションゲーム、パズルゲーム、マリオってパズルなんですか？パズル、スポーツゲーム、あ、スポーツゲーム、スポーツゲームなんですか？あれですか、なんかマリオでもいろんな種類があるから、そういうのがパズルゲームだったりスポーツゲームだったりするんですかね。レースゲームはマリオカートですもんね。シューティングゲーム、シューティングゲームは何だろう。アクション RPG、 アクションゲームとアクション RPG があるんですか、すごい。アクション RPG がドラクエとかですか、合ってるかなあれってなんかストーリーとかもありますよね。パーティーゲーム、あ、マリオパーティーはやったことあります、めっちゃ楽しい、あれ音楽ゲーム、音楽ゲームもあるんですか。曲は確かになんか可愛いの多いですよね。なんか加入したての頃の山田さんみたいな、え、本当ですかありがとうございます、すごい嬉しい。1995年にマリオのスーパーピクロスっていうゲームがあって、それがパズルゲーム。1995年、めちゃくちゃ先輩ですね、マリオのスーパーピクロスは。ちょっと今度調べてみます。僕はポケモン派です。やっぱポケモンも人気ですよね。なんか自分が一番名前聞いたことあるのは赤と緑、あれ、赤と緑と、金と銀と、もうわからないですねポケモン全然赤じゃないですか、もしかして赤じゃなかったですか。ポケモンはでもめちゃくちゃ種類いるから、なんか興味持ったことはあったんですけど、多すぎてちょっと覚えるのやめました。だからピカチュウとかしかわからないです。赤合ってますか、よかった。え、赤と緑ですよね。え、赤、あ、懐かしい、あ、そんなに前でしたっけ、赤と緑って。懐かしいな、本当ですか。あれ、私が生まれるより前なのかな、赤と緑って。なんかすごい聞いたことあるんですよね。随分古いの知ってるんですね。一番最初、え、一番最初ですか、赤と緑。嘘、え、なんで知ってるんやろ。多分聞いたことあるだけだと思います、本当に。赤緑ってポケモンの一番初めの作品ガチですか。ちょっと知識だけはだいぶ古いですあ、そうなんだ。え、ポケモンって今まで何種類ぐらいゲーム出てるんですか。自分本当に赤緑と金銀しか知らない。他のなんかゲームの種類も何々と何々みたいな感じなんですかね。本当に詳しくなくてごめん、申し訳ないんですけど多分生まれる前の作品だと思うもしかしたら17歳じゃないのかもしれないこんばんは、はじめまして、はじめまして。
チョロータの DD ですか、押していいですか。嬉しいです、押してください、お願いします。ワンちゃんです、ワンちゃんです、お願いします。押していいですかとか初めて言われて嬉しい。金銀赤と、めっちゃなんかずっとゲームの話してて申し訳ないんですけど、でもなんかゲームだったら皆さんともっと距離近くなれるかなと思ったんで、すごいもっと教えてほしいです。最新のを合わせると36種類。私36種類のうちの2種類しか知らないんですか。あ、でも赤と緑って、赤のカセットと緑のカセットみたいな感じですよね多分。じゃあ4種類、言うて4種類やけど。でもそんなにあるんですね、36種類って。好きなキャラクターとかあります？でもなんかそれぞれの、それぞれに好きなキャラクター、それぞれっていうか、なんかサンリオだったらこれみたいな、ディズニーだったらこれみたいな感じでいっぱいあって、サンリオだったらキキララが一番好きですと、ね、ディズニー、あのディズニーって、ディズニーだったらでもアリスが一番好きです。なんか映画の世界観とかすごい可愛くて、グッズも持ってます。あとはなんだろう、ユニバのキャラクターとかですか。ユニバのキャラクターとかやったら、あ、でもミニオン可愛いけど、スヌーピーも可愛いけど、ユニバのキャラクターは決めがたい。モッピーとかエルモも可愛いですよね。あ、でも、あ、どうだろう、でもなんやかんやっていつもなんかで、ユニバって着ぐるみって言っちゃダメ、ユニバってそのミニオンとかキャラクターがいっぱい道に出てくるじゃないですか。その時にいつもなんかキャーってなっちゃうのはやっぱミニオン見てる時かなって思います。だからミニオンが一番好きです。あとは何がある、アニメとかですか。アニメのキャラクターこそいっぱいいますよね。なんだろう、なんか好きなアニメのキャラクターとか皆さんありますか。他にもそのさっきみたいにユニバのキャラクターだったりとか、ディズニーだったりとか、サンリオとか、皆さん好きなのありますか。でもアニメのキャラクターってそれぞれなんか良さあるなと思ってて、さっきみたいにミニオンとかだとすごいちっちゃい感じが可愛いじゃないですか。キキララとか、キキララちょっと実物原寸大あんま分かんないんですけど、なんかそのちっちゃい感じが可愛かったりとか、アニメだったらやっぱかっこいいキャラとかが好きだなってなりますよね。コナンくん、あ、コナンくん、あ、そっか、あ、でもコナンくんでも最近全然見ないかもしれないです。なんかでもコナンくんよりやっぱ自分は新一派ですね。かっこいいくないですか、やっぱり。なんかコナンくんのアニメ見てるといつも使ってる発明品とかが、なんかこれからこれ再現しようと思ったら何年かかるんだろうとか、すごいなんかすごいアニメじゃなくて変なとこから見ちゃって、あの声変わる変声期の蝶ネクタイとか、でも変声期とかだったら今も再現できるんですかね。コナンくんだったら変声期とか、あとなんかすごい力のサッカーボールとか、あれどんな力で蹴ってるんですかね。本当に痛そうっていつもなるんですけど、でもなんかすごいコナンくん話のストーリーとかやっぱ謎解きもののアニメなので、すごいなんか最後に謎解いてる時とか全部伏線が回収されてく感じがすごい楽しくて好きです。バルーンうるさいかな、
このバルーンの音うるさかったら言ってください。あとはシナモロール好きですね。可愛いですよね、シナモン。なんかシナモンもちょっとあの名前が出てこないんですけど、シナモロールもなんかいろんな可愛い、いっぱいシナモロールっていうんですか、なんかいろんなシナモンと同じウサギちゃんがいっぱいいるから、あとなんかすごいあのパステルな世界観とか色とかが可愛くて、シナモンもすごい大好きです。可愛いですよね、シナモン。なんか昔保育園の時とかお箸箱、お箸セットとかシナモンちゃんでした。あとなんだろう、サンリオのグッズはでも結構ちっちゃい時から持ってて、今はちょっとあんまり行かないこととか行かないんですけど、今でもあのお化粧する時とかのピンはあれプリンちゃん使ってます。すごいなんか可愛くて買ったんですけど、止めてみると結構しっかり止まるからすごい役立つし便利だなって思ってずっと使ってます。サンリオはでもちっちゃい時から本当に使ってて、お箸箱で立ってめっちゃ緊張で噛んじゃう。お箸箱セットもそうだったり、あとハンカチとかも小学校の時めっちゃ使ってて、タオルとかもそうだし、あと巾着、なんかお道具箱の巾着とかも全部サンリオにしてました。なんで使わなくなっちゃったんだろう、あんなに可愛いのに。いつの間にかなんか家から消えてて、そう思うとなんか趣味とかって変わっちゃうから、そういうの寂しいってのもあるんですけど、キキララちゃんは今でも大好きです。アニメ好きなんだな。あ、好きですね結構。それもアニメも結構ちっちゃい時から、親戚がすごくアニメが好きでよく見せてもらってたんですけど、それで好きになりましたね。ポケモンのアニメもおもろいよ。へえ。ポケモンもアニメめちゃくちゃ長くないですか。自分がなんか保育園の時からアニメやってた気がする。もう主人公変わってたりするんですか。あ、長いね、やっぱそうですよね。 NMB はいつから好きなの。なんかいつからっていうよりかは本当にどっぷり曲聴いたりとか振り付け一緒になって覚えたりとかするようになったのは、7期生の密着動画見てなりたいなって思った時からだったんですけど、そうですね、いつからだろう、本当に。でもたまに曲聴いたりとか好きなメンバーがいたりだとかは結構あって、でも申し訳ないんですけど、本当に最近になってですね、まだまだ自分も NMB のファンとしては新参者です。でもなんか NMB さんの曲ってなんかいろんな曲調のジャンルがあるんですけど、なんか全部一緒に歌いたくなったりとか踊りたくなったりとか、口ずさみたく、あ、一緒、歌いたくなったり踊りたくなったり、なんかいつの間にか笑顔になってるような曲とか多くて、すごい楽しいですよね NMB さんの曲。ポケモンのアニメは長いね。25年目。今ポケモンのアニメ25年目らしいですよ。25年。私が生まれる8年前からあるんですね。めちゃくちゃ長いな。主人公とか変わらないんですか、ポケモンって。ずっとサトシなんですか。サトシ10歳設定、未だに永遠の10歳ですか、あれで。あれでとか言ったらあかんけど、なんかどう見ても自分よりは絶対年上に見えてしまうんですけど、10歳なんですね。小学校4年生であんなに戦ってポケモンゲットしてなんかもはや尊敬レベルですよね。35歳、本当ですよね。もう結構な、もう結構もう成人もしてるしみたいな。
もうだんだん疲れてくる年頃じゃないですか。もう35歳でポケモンゲットだぜとかもめちゃくちゃ労力いりそう、ポケモンゲットするの。相棒もずっとピカチュウ、ピカチュウも大変ですね。25年間ピカチュウも、すごい変な目線から見てるの申し訳ないんですけど、でもなんか変な話してるのにめちゃくちゃ興味出てきたので、今度アニメ見ようかなって思います。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは、ワンちゃんです。よろしくお願いします。ピカチュウだけ技とか欲しい、変わってるの。ピカチュウ、ピカチュウだけ、ごめんなさい、本当に NG ワードいっぱいあるんですね。すぐに読んであげられなくてごめんなさい。なんて書いてるんだろう。技、わざと、ピカチュウの技って私あの10万ボルト、10万ボルトしか知らないです。電気ショックとか、あ、コロコロ変わってる。あ、そうなんですか。もう10万ボルトだけじゃないんですかね。なんか他の名前とかも多いんですか。10万ボルトってやっぱそうですよね。10万ボルトありきですもんね、ピカチュウは。他に何があるんだろう。電気のポケモンですもんね、ピカチュウって。なんだろう、電気ショックって本当にあるんですか。電気ショックって今適当に言っちゃったんだけど。あと電気、停電とか、停電はしないか。10万と電光、あ、電光石火か。電光石火だけは結構主体からやってる。途中にアイアンテールを覚えさせてて、それも継続して。アイアンテール、すごい。どんな技なんですか、アイアンテールって。なんかアンダーテールみたいですね、ゲームの。あ、じゃあ今ピカチュウは3つぐらいあるんですね。こんばんは。こんばんは。でもピカチュウだけでもそんな技がいっぱい変わってたら、なんかね、他のポケモンが新しく出てきてもピカチュウに倒されちゃいそうですね。なんかごめんなさい、質問なんですけど、この配信画面に映ってる星の前にあるなんかランキングとかって、これは何のランキングなんですか。あ、ピカチュウの解説してくれてる。アイアンテールは単純に鋼タイプの技。相性が悪いジムを倒したい一心で覚えた技で。あ、そうなの。ジムっていう敵キャラがいるんですかね。すごい、それで倒せたんですかね。星の前、あと、なんか自分の配信画面にはすごい皆さんからもらってる星がいっぱい積もってるんですけど、その前に例えば1位の方が友和さんとか、3位の方がごめんなさい、デイトナシックスさんだったりとか、すごいいっぱいランキングが上の段に載ってて、これは星の数でランキングがあるんですかね。なんかもし星の数とかだったり、あ、どっちみちなんですけど、なんか最後にランキングとかお名前呼ばさせていただきたいなと思ってて、どういうランキングなのか教えてほしいです。皆さんには見えてないんですかね、もしかしたら。あ、壇上ランキングだよ。星投げた数や
有料アイテムを投げて投げた数の多いほど上に行く。あ、そうなんですね。ありがとうございます、健太さん。あ、じゃあやっぱりこの星のここに今いっぱいあるんですけど、星の数とかがランキングになってくるんですね。あ、嬉しい、こんなにいっぱい投げてくれてるの。なんか色とりどりだから本当に見てても楽しいですよね。じゃあ配信の最後にランキングで何位まで読んだらいいんですかね。20番ぐらいまでじゃあ呼ぼうかなって思ってるので、よろしくお願いします。星投げやハートなどのアイテムを投げると投げた数によって1位になったりする。あ、そうなんですね。あ、なんか星の色によってポイントが違うんですよね。それは知ってます。だからこのいっぱい今投げてくれてる星が皆さんの順位になってきてるんですよね。ありがとうございます。だいたいは5分前くらいに13位から読み始めるよ。あ、そうなんですね。13位。じゃあ私も見習って13位にします。13位の方から順番に読み上げていこうかなと思ってるので、よかったら星いっぱい投げてください。お願いします。なんか配信の画面がハロウィン仕様になっててめちゃくちゃ可愛いですね。明日に終わっちゃうのかなこれ。やだな、明日も配信できたらいいな。あと、もう一個質問なんですけど、今日8時から配信始めたんですけど、皆さんって何時ぐらいが見やすいんですかね。見やすいっていうか、来やすい、配信来やすい時間帯とかありますか。なんかよかったら皆さんが来やすい時間になるべくたくさんお話ししたいので、私もそれに時間を合わせていきたいなと思ってるんですけど、1週間しかないので本当に、もちろんね、都合が悪かったらちょっとできない日とかもあるかもしれないんですけど、なるべく配信時間は皆さんが来ていただけやすいような時間でやりたいと思ってます。星はレインボーだけ100ポイントです。あとは1ポイントになる。あ、そうなんですか。あ、そうでしたっけ、すみませんレインボーの星があるんですね、すごい。でもなんかカラフルで可愛いですよね。1ポイント1色だけとかだったら殺風景になっちゃうなって思うんですけど、緑とかピンクとか青とかオレンジとか赤かな、赤とかいっぱいあってすごい配信画面が楽しい。今日何時までやろうかな。1時間ぐらいですかね。来やすい時間帯ありますか。これも投票とかの方がいいんですかね。ちょっと新しい機能覚えたんでいっぱいやりたいと思います。レインボー投げます。え、ありがとうございます、すごい。え、ごめんなさい、見えなかったごめんなさい。え、嬉しい。え、絶対にこうやってやった瞬間だ、ごめんなさい、本当にショック見たかったありがとうございます、レインボーのお星様、次は見逃しません。じゃあちょっとまた選択肢書くので、配信来やすい時間に投票していただいてもいいですか。お願いします。なんだろう、多分自分が
学校とか終わって家に帰ってくるのは結構遅いんですよね。何時ぐらい、じゃあ10時まで自分は配信できるので10時までを選択肢に入れますね。10時までに選択肢入れちゃったらダメですね。何時からを選択肢に入れないと。何時からがいいかな。7時、7、8、ちょっと選択肢3つにしますね。じゃあ1個目が、じゃあ6時から、あ、6時半からにしようかな。6時半からっていうのが1番です。2個目が、じゃあ7時半からにしますね。7時から、あ、6時半から7時半の間に始めるのが1個目にします。7時の間に始めるのが1個目にします。で、もう1個が、どうしようかな。いや、ごめんなさい、ちょっと頭悪いな。6時から7時ってのが1番で、7時から8時ってのが、じゃ2番にしますね。8時から9時までの配信開始時間を3番にします。ちょっと見えますか、こんな感じで選択肢作りました。じゃあもう一回配信、あ、投票を作るので投票お願いします。よーいスタート。じゃあまたさっきみたいに1分ぐらいで結果発表します。あ、投票ありがとうございます。ちょっと自己紹介見えた方がいいですよね。ここかな。皆さん、他の候補生の方もいっぱい見たいと思うので、そういうのも考えて、ちょっと私の配信だったらどの時間がいいかなとか思ってくれると嬉しいです。3番が見た感じ結構多そうですね。いい感じかな。じゃあちょっと早いんですけど投票が止まってるので配信終了します。せーの、どうぞ。おお、 66.3% で3番の8時から9時の間に配信を開始することに、よいしょ、固いことにします。よし、ありがとうございます。8時から、じゃあ私のワンちゃんの配信は8時から9時にいつも開始してるので、皆さんフォローと配信のチェック、フォローと、あと、なんて言うんだろう、お知らせするやつ、配信のお知らせの通知とかチェックしといてください。よろしくお願いします。そういうのも書いといた方がいいのかな。なんかちょっとまた次配信するときに紙頑張って新しく書き換えておきますね、わかりやすいように。なんかわかりやすいように、今日の配信終わるまでは次の配信8時から9時に始めますって書いときますね。ワンちゃんの放送開始時間、ごめんなさい、無言になっちゃダメですね。ワンちゃんの放送開始時間は
赤にしよう、青にしよう。8時から。あ、汚い。8時。あ、うまく書けない。8。あ、ちょっとごめんなさい、めっちゃ下手くそ、めっちゃ下手くそ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今はちょっと配信開始時間を投票して、それが8時から9時の間で配信することに、あ、配信を開始することに決まりました。よかったらこの時間の予定は開けといてください。お願いします。どうしよう、次書くときもうちょっと大きな画用紙の方がいっぱい入れますかね。字がナンバー1でかく書きすぎちゃったかな。でも分かりやすくしたかったんですよ、ナンバー1を。こんな感じで見えますか。はい、あ、今来た方、私の名前はナンバー1なのでワンちゃんって呼んでください。これも今日来ていただいた皆さんに決めてもらった名前なので、と嬉しいです。じゃあこんな感じで一回しまいますね。ナンバで推しはいるの、わいは霊光おたやけど気になりきましたわよ、ありがとうございます。ナンバの推しは7期生の早川ゆなさんです。あ、ワンちゃんの絵文字、健太さんありがとうございます。早速使っていただいて嬉しいです。じゃあ今からちょっと次の配信の内容とかも決めたいな。次の配信もなんかこんな感じで雑談とかになったりするかもしれないんですけど、ちょっといいのが思いついたらまたなんか今日みたいにあだ名考えるとかそういう企画とかも考えておきたいなと思います。なんか今案があればちょっと教えてもらえると、ヒントくれると嬉しいです。もう5分前ですね。もうすぐ1時間ですね。どうしようかな、まだ喋りたいな。ちょっとだけ1時間過ぎるんですけど延長しますね。すごい、どんどん星が、いっぱい星がある。嬉しい。あ、そう、なんかあの、ごめんなさい、自分で言っちゃうんですけど、好きな色が緑が好きで、よかったら緑の星様いっぱい投げてくれると喜びます。緑が大好きなので、ちょっと今日着てる服は水色なんですけど、緑のお星様もいっぱい投げてくださいね。お願いします。延長します。あ、緑投げよう。え、個数制限とかもあるんですか。本当にごめんなさい、無知ばっかり、本当に無知。もうちょっと勉強してきますね、次は。すごい皆さんにいっぱい教えてもらっちゃってる。緑なんか何個ずつ、あ、さっき99とか言ってくれてましたよね。これがあれなんですかね、個数制限なんですかね。99個しか投げられないんですかね。でも健太さん緑99個投げてくれたんですか。そう、もうそう考えると、ちょっと、え、今うぬぼれてますか。勘違いしてたら言ってください。え、やっぱそうですよね、 99×5、 黄色、赤、緑、あ、紫、緑、水色っていうことは99個緑を投げてくれたってことですか。ありがとうございます。じゃあ緑の次はお洋服の水色もいっぱい投げてください。え、あ、健太さんも全部投げてくれたんですか。嘘。嬉しい。
え、99×5 ですか。ちょっと計算しますね、ちっちゃい頭で。99×5、9×5、45でしょ。9×5、45でしょ。495個で合ってますか。すごくないですか、495個。500ぐらい投げてくれてて本当にありがとうございます。ドーナツ小僧さん、人となりが分かるようにできるだけ自由に話すのがいいと思います。やっぱそうですよね。どうしよう、なんか自由に話すってなんだろう。なんかめちゃくちゃ自由に話してたの本当にゲームの話ぐらいですもんね。え、でもなんかやっぱり皆さんともっとお話ししたくて、ちょっと質問とかもいっぱい投げちゃうかもしれないんですけど、なるべくもっと自由気ままに喋っていきたいと思います。ありがとうございます。すごい、もう配信見てくれてる人がもう2000人いる。2463人もいます。すごっ。ちょっと余計緊張してきた。2000人の方に見られてる。すごい、もっとし気を引き締めて頑張ります。早田さん、コメントありがとうございます。マイブームは、マイブームか、ブームっていうかずっと好きなことなんですけど、ダンスがずっと好き でも本格的に習い始めたのは高校生になってからなので、本当にまだやっと2年目って感じなんですけど、そうですね、割とブームの年月なのかな、2年って。ダンスは好きです。あとなんだろう、マイブーム、趣味、マイブームってなんだろう、難しい。なんだろうな、皆さんのマイブームとかもありますか。なんか、パッと出てきたらいいのにな、こういうの。マイブームか、そのダンスと、なんだろう、なんか些細なこととかで何かあるかな。ないかもしれない。趣味が少なすぎる。多趣味になりたいですね、もっと。マイブームちょっと探しときますね、頭で今。ちょっと考えときます。ケンタさん、ネモハモルームは踊れますか。実は踊れます。ちょっとどやらしてください。これはめちゃくちゃ難しいんですよ、本当に。あれでもなんか本AKB さんの楽曲でネモハモルーマン見て、その踊ってみたっていうか、学校の体育館で踊ってるショートバージョンのやつを見て、めちゃくちゃ踊りたいと思って、もう全然自分習ってるじゃん、ロックのダンスなんですけど、あれ習ってるじゃんでロックじゃないので、正直あの本家様みたいに全然あのめちゃくちゃバキバキにかっこよく踊れるわけじゃないんですけど、足のステップとかは多分取れてるんじゃないかなと思います。だから踊れるってことにします。ネモハモルームはでもすごい、あれダンスだけじゃなくてなんか曲もめちゃくちゃ痺れません。最初のなんだろう、あれベースかな、ベースの音からすごい、なんか初めて聞いた時すごいグッて心がつかまれた感じがしました。あれはあれでも AKB さんの曲も結構聴くんですけど、もう今まで好きだった曲がこうなるぐらいネモハモルームはめちゃくちゃ来ました。すごいですか、ありがとうございます。2番踊ってほしい。あれですよね、この前なんかあの歌番組でフル踊るからって言って TikTok のライブでしたっけ、ですよね、多分 TikTok のライブで全部振り落とした後の動画だけを見て、めちゃくちゃかっこよくないですかね、モハマルーマ。もうなんかあれ
もう絶対しんどいけど毎回2番まで全部踊ってほしいって思っちゃうぐらい1番の振りも2番の振りもめちゃくちゃ大好きです。各グループの推し教えて。NMB は早川ゆなさん、 AKB は昔はまゆゆさんが好きだったんですけど今は横山由依さん、チーム8の方の横山由依さんが好きです。でもなんかこの前卒業発表しちゃってちょっと悲しいんですけどやっぱ応援 していきたいのでぐっとこらえておめでとうって思っています。あとはそうだな SKE とかだったら、SKE さんめちゃくちゃダンス上手いですよね。ダンスの映像を見ると本当に推しが定まらなくて、いやでもやっぱりなんかパワーのあるダンスっていうか元気があるダンスはあかりんさんですかね。あとなんだろう、 AKB さん、 NMB さん、 SKE さん、STU さん、でも STU さん、STU さんもなんか今までの AKB グループとは違った雰囲気があって自分の中でなんですけどそれがすごいなんか新しい風みたいな感じでみんな好きです。 STU さんなんかフレッシュな曲とかが多い印象がありますね。エイとかめっちゃコアント、そうですか、なんかチーム8の皆さんめちゃくちゃダンス上手い人とか多くないですか。歌が上手かったりとか、本田仁美さんも確かチーム8ですよね。なんかアイズワンで自分もちょっと申し訳ないんですけどアイズワンで初めて知って、それでなんかチーム8めちゃくちゃダンスとか上手い人多いなって思いますね。もう本田仁美さん、なんかあんなにハイトーンの髪色似合う人いるんですかっていうぐらい本当にかわいい本田仁美さん本当に綺麗で可愛くてダンスも綺麗で、ゆうじさん衣装が好き STU48 の、わかります。なんか本当にさっきも言った言葉なんですけどすごいフレッシュな感じがしません？なんか透明感みたいな、わかりますか？透明感みたいな衣装がすごい好きで、私も STU さんの方、 STU48 さんの衣装好きです。仲間ですね。あ、HKT さん、HKT さんですか？でも卒業、なでも今も活躍されてるんですけど指原さん大好きでした。橋原さん HKT でしたよね、合ってますよね。なんか急に不安になっちゃった。もうテレビで見ることが多くて、なんか指原さんなんですけど、なんか指原さんってアイドルやってる時は本当に可愛くて元気な笑顔とかがすごい好きで、なんか HKT さんの中だったらやっぱり指原莉乃さん好きだなって思って見てたんですけど、卒業してすごい番組とかバラエティ番組に出るようになってから出てらっしゃる出るのを見るようになってからは本当に喋りも上手いんだみたいな、なんかめちゃくちゃ面白いし、でもどんどんもう綺麗になっていく姿とかが本当に人間としても憧れの存在になりますね、指原さん。ネコピさん、ネコピさん50送信終わりました。
コメントですか。ごめんなさい、また無知が出てる。50送信ってなんだろう。ネコピさん今ランキング3位、ありがとうございます。星のことなのかな、50送信。なんか50ってめちゃくちゃ多いからめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。どうしよう、ごめんなさい。じゃあもうどうしようかな、今日そろそろ終わってもいいですか。ちょっとまた次の配信までにお話ししたいこといっぱい用意して会いましょう。じゃあ最後に、あ、ケンタさん、50カウントとは視聴者が配信者え無料でポイントを送れる機能。あ、じゃあ星とかですかね、星とかで合ってますか。ありがとうございます。ネコピさんもありがとうございます。すごい急になっちゃって申し訳ないんですけど、ちょっと今日はライブ一回おやすみなさいということで終わりにしたいので、最後にランキング13位からお名前呼んでいきますね。と13位の方、ドーナツ小僧さん、ありがとうございます。12位の方、たっちゃんさん、ありがとうございます。11位の方、あ、名前が長い、パルサ2000さん、アットリランチュさん、リランチュさん、ありがとうございます。10位の方、クラウディオさん、あ、韓国の方ですか、すごいハングル文字で書かれてる、ありがとうございます。9位の方、ワカボンさん、ありがとうございます。8位の方、ヒデポンさん、ありがとうございます。7位の方、デイトナ6さん、デイトナ6さん、ありがとうございます。6位の方、カツサンドさん、カツサンド美味しいですよね。関係ないけどごめんなさい、カツサンドさん、ありがとうございます。5位、柿みかんさん、私柿もみかんも一番フルーツの中で一番好きです。4位、ケンタさん、ありがとうございます。いっぱいコメントしてくださって教えていただくことも多くて本当にケンタさんありがとうございます。3位、ネコピさん、ありがとうございます。ネコピさん50送信もありがとうございました。2位、あやちゃんさん、ありがとうございます。1位、ともかずさん、ありがとうございます。おめでとうございます。1位、すごい、ずっと1位でいてくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。すごい、他にも読めてない方たくさんいるんですけど、配信終わったら見えなくなっちゃうのかな。ちょっと今見ますね。あ、すごい、あ、100までしかランキングないんですね。あー、そうなんだ。すごい、皆さん星もコメントもいっぱいくださって本当に楽しかったです。すごい、私ショールームとか、ショールームっていうか配信とかするのが初めてで、本当に本番1分前とかもめちゃくちゃ緊張してて、もうどうしようって感じだったんですけど、全然人来なかったらどうしようとか思ってたんですけど、こんなに2885人の方が私の配信を見てくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。また次の配信は、そうですね、予定がついたら、予定がついたらまた日程登録しておこうと思うので、よかったらフォローと通知オンにして待っててください。お願いします。キクリンさん、お誕生日はいつですか。あ、言ってなかった。お誕生日は実は最近、17歳になって、誕生日は最後にこれだけ伝えてお開きにしますね。誕生日もじゃあ次のこういう紙とかに書いておきますね。誕生日は10月26日です。つい最近、本当にまだ17歳になって5日目です。17歳5日目です。まだまだ17歳新人です。よろしくお願いします。あ、そうだ、配信
ちょっと終わるって言っておきながらまだ書いてる。配信開始時間もう一回言っておきますね。はい、配信開始時間は毎回8時から9時の間に配信始めようかなと思ってます。今日みたいに1時間ちょっとにはなると思うんですけど、いっぱいコメント拾いながら自分のお話もしながら自由に楽しくやっていきたいなと思ってます。アルパカレナさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。ケンタさん、夜の、そうなんですよ。ちょっと投票で8時から9時の間が一番多かったのでそれにしました。よし、それでは寂しくなっちゃうんですけど、今回はワンちゃんのエントリーナンバー1番ワンちゃんの配信に来てくださりありがとうございました。本当に嬉しい。星もいっぱい投げてくれて、本当に初めての配信だったのに皆さん温かく教えてもらえることもいっぱいあって勉強になったし、配信するのって楽しいなって思いました。また次の配信でもね、いっぱい人が来ておしゃべりいっぱいできたらいいなと思ってます。3000人超えてる3001人超えてる、ごめんなさい、もう終わりになっちゃうんですけど、3000人もありがとうございます。また次の配信楽しみにしててください。それではさよなら。